が本当の真の原因か、股関節の動きの軌道を安定させてくれる痛みも詰まり感も取れてくるんです。股関節専門チャンネル YouTuber 太陽です。股関節の前側、鼠径部ですね、このコマネチラインの痛みと詰まり感、このあたりの症状に悩んでいる方が非常に効果の出る内容を講義と実技という形式でお話していきたいと思っております。股関節が痛いって一言で言ってしまえば簡単なんですけども、その原因っていろいろあるんですよね。原因が関節の炎症であったりとか、筋肉だとか、あるいは筋膜、神経などが原因で痛かったりとか、例えばその中でも何々筋が痛い、いろんな原因が考えられるので痛みを取っていくっていうのはすごく難しいんですよね。どれが本当の真の原因かっていうのを探して見つけていかなきゃいけないので、それが非常に難しいところだとは思うんです。例えば皆さん熱が出たりしますよね、たまにね。じゃあ熱の原因って何なのって考えたら、それは普通の風邪なのか、インフルエンザなのか、コロちゃんなのか、あるいは肺炎なのか、いろんな原因が考えられますよね。それと一緒なんですよね。だから股関節の痛みっていうのもいろんな原因がある、いろいろな原因を考えて探っていかなきゃいけないんですよってことを、まず大前提として覚えておいていただきたいと思います。本編に行く前にお知らせです。札幌と仙台に私は出張で定期的に施術に伺っています。札幌仙台で私の施術を受けたいよという希望がありましたら、下の概要欄にあります LINE の方から登録いただいて、直接私の方にその件で LINE いただけると詳細をお返事いたしますので、問い合わせの方お待ちしております。鼠径部の痛み、詰まり感っていうのはですね、多くの場合は原因がお腹にあることがあるんですね。でもお腹といっても別に大腸とか小腸とか内臓が悪いわけじゃなくて、お腹にある股関節を動かす筋肉が原因になっていることが多いんですね。それは何の筋肉かというと、腸腰筋というわけになるんですね。まず絵を使って腸腰筋について説明していきたいと思います。いつも私の動画見てくださってる方には定番の絵になってくると思いますけども、骨盤ですね、これ前から見てこういった状態を絵に表したものになりますけども、骨盤があります。こちらが股関節がここにあって、で太ももの骨、こちら背骨ですね。腸腰筋がまずこの赤い線で書いたところと青い線で書いたところ、ここ全部含めて腸腰筋と言います。腸腰筋はですね、3つの筋肉の総称になりまして、赤いところに大腰筋と小腰筋、青いところに腸骨筋という筋肉があります。これが途中で合流してここの小天使という太ももの内側にある出っ張りにくっつきます。腸腰筋はほぼないに等しいぐらい細い筋肉なので、ここひとまとめにして赤色で表しています。この大腰筋と腸骨筋は一つの腸腰筋なんですが、別々の筋肉であり、最終的にここの小天使で合流はしてるんですけども、この赤い線と青い線の間っていうのは本来は別々の動きをするんですね。なのでここの間にはイメージとしては隙間がないといけないんですね。完全にくっついててはいけないんですよ。それは正しい状態ではないんです。でもこの大腰筋と腸骨筋はすぐ横にあるので、筋膜のつながりがあります。そうなってくると、この筋肉と筋肉の間の滑りが悪くなってしまうと、癒着してくっついてしまうと、お互いの動きを邪魔してしまうんですよ。これだと正しい腸腰筋、あるいはそれぞれの腸骨筋と大腰筋の動きができないんです。鼠径部っていうのはここにありますから、鼠径部を通ってるんですね、この2つの筋肉は。なのでその滑走がうまくいかない状態になってしまうことで、この鼠径部が痛みが出たり詰まり感が出てしまったりっていう症状として出てくることがあります。腸腰筋っていうのはそもそも何をする筋肉かというと、一番はもも上げですよね。足を上げるときにぐっと腸腰筋が収縮して足が上がって階段が登れる、車に乗れるということになってくるんですけども、もう一つ大事な要素として、腸腰筋は股関節の動きの軌道を安定させてくれるという働きがあるんです。ここに骨盤の球蓋があって、ここに股関節の頭が、大腿骨頭がある。この大腿骨頭の中心を軸にしてこう動くのが正しい軌道。腸腰筋が硬くなってしまうと、骨盤や背骨から太ももの骨についてるんで、この筋肉が硬くなると引きつけ合うんですね。そうすると大腿骨はこっちの方向に、骨盤はこっちの方向に、
引き付け合っちゃうんです。つまり股関節が苦しい苦しいよって締め付けられる状態になるんですね。そうなってしまうと、先ほどやった大腿骨と頭の部分のここを真ん中を軸にしたこの軌道が腸腰筋の硬さによって大腿骨が上に引き上げられちゃうので正しい軌道からずれるんですよ。そうするとうまく股関節が動かなくなってしまうんですね。これによって痛みとか詰まりが出てきてしまうんですね。ですからこの腸腰筋を正しい柔らかさに緩めてあげて、また正しいこの大腿骨頭の中央を軸とした軌道に変えていくこと、それによって関節の可動域も広がるし、痛みも詰まり感も取れてくるんです。もしかしたらまた腸腰筋の話かよって思ってる方いるかもしれないですけども、今から説明する話はちょっと今までやってきてない腸腰筋のほぐし方なんです。それは何かというと、今言った腸骨筋と大腰筋のこの滑走、ここを剥がすイメージでやる自主トレーニングになります。ですから、ぜひこの後の動画を見て最後までお付き合いください。今日は仰向けに寝た状態で、指で先ほどの腸骨筋と大腰筋の重なってる部分を剥がしていく感じのイメージでやっていくんですけど、その指を当てる場所を説明します。まず前習いをした時に、この人差し指、中指が当たる前に出っ張った腰骨があると思うんですね。ここの内側、ウエストが細い方は指2本分、ふっくらしてるなという方は指3本分ぐらいのところですね。このように両方の指を揃えて下に押していきます。前習いをして出っ張ってる骨の指2本か3本分内側に指を入れていきます。仰向けに寝てください。痛い方の足の膝を立てます。先ほど言った前に出っ張ったところの内側指2本か3本分入ったところ、おへそ側ですね。そこに指を両手このようにして押していきます。真下にまず押していきましょう。お腹がパーンと力んで張っちゃうと指入っていかないので、呼吸を吐きながら指を入れていきます。床に向かって押していきます。また呼吸を吸って吐くときにスーッと指を奥に入れていきます。これは3回いきましょう。吸って吐くときに指を奥に、3回やったらそこからこの腰骨の方に指を押し付けます。外側に指をスライドさせる感じです。この時にせっかく中に押し込んだ圧が逃げないようにしてください。逃げないように押し込んだまんま骨盤の方に外側にずらします。その位置が先ほどの腸骨筋と大腰筋のキーマンを広げてる感じだと思ってください。骨盤の方に押した状態で、立ててる膝を外側に開いて、また戻して、これを繰り返していきます。大事なのは、やはりこの指の圧なんです。運動し始めたら指の圧が抜けちゃっちゃ意味がないので、先ほどせっかく3回深呼吸して押したところをキープしたまま広げて閉じます。この足の広げるスピード、閉じるスピードはゆっくりで構わないです。パタパタ急ぐ必要はありません。ただこちらの痛い股関節の広げたり閉じたりと動かしていますので、これも痛みが出ない範囲でやってください。痛みが出ないところまで広げて、痛みが出ないように内側に閉じます。これがちょっとでも動かすと痛いよという方はこの運動はやめておいて、この後に紹介するもう一個の運動をやるようにしてください。痛みなくできる場合は痛みがない範囲で広げて閉じて広げて閉じて、注意点はこの指の圧迫を緩めないことですね。これを20回やってみてください。今の仰向けのほぐしが終わった後にもう一個やってもらいたいストレッチがあります。まず膝立ちになります。痛い方の足が床について、痛くない方の足を立てます。この状態で前にぐーっと体を伸ばしていきます。この時この鼠径部が伸びる感じを感じてください。そうすると腸腰筋が伸びていることになります。注意点としては体を前傾させないこと、床に対して上半身は垂直のまま倒していきます。これが前に倒れてしまうと鼠径部伸びてませんので腸腰筋のストレッチになりません。しっかりと上半身を立てた状態で伸ばしていきましょう。ここで20秒止めていただいて戻して、でまた20秒という形で3回やって腸腰筋をストレッチしていきましょう。もう一個注意点としては、この膝のついてる足の方のつま先の向きです。つま先が外を向いたり内を向いたりしないようにまっすぐになっている状態でストレッチをしていきます。
ここが注意点となりますので気をつけてください。僕の方が書いている股関節痛のラインマガジンという毎日毎日股関節の痛みに関するコラムが届くラインマガジンがあるんです。下の概要欄にリンクがあるのでそちらから登録していただいて、そうすると毎日届くマガジンを読んで股関節の痛みの正体は一体何なんだ、股関節の痛みを取るにはどうすればいいんだといったことについて学んでいただきたいと思っております。ぜひ登録の方よろしくお願いいたします。では皆さんお大事にしてください。